マノチです。よろしくお願いします。ペナント広島編やっていきましょう。ないと変わらずです。うーしか、今日日本シリーズ2戦目ですね。まあ昨日は、勝ったんで、まあ投手戦も投手戦だったんでね、本当にヒットが出なくてパッと終わった試合だったんですけども、はい、今日もまあどんな形でもね、もう勝ちましょうね。はい、コメント読んでいきます。松山選手使うとき後半守備交代しないとしんどくない？いやこれありがとうあのね、雑にやってるわけでもないし、頭の中にもあることではあるんだけども、守備交代しないときの方が多いよね俺ね。来年は宮西さんに中継ぎに戻ってほしいですけど、そうなると伊藤くんか秋吉さんですよね、どうなることやら。伊藤くんってなんかそういう話あったのかな、そのクローザーというか、まあリリーフというか、そういう話ってあったのかな、ちょっとそこは分かんないですけども、やっぱそうだね、宮西さんはまあ8回というか、まあ7回8回、まあね、勝ちパターンでそこら辺に出てきてほしいよね。金銭トレードで巨人の山本康弘が、阪神に移籍するってニュース見ましたが、見ましたよ。まあ出場機会も増えるだろうし、まあチャンスには恵まれるのかなと思うんで、まあいいのかなとは俺は思いました。やっぱり仙道さんですよね。自分はゴンザレスさんに勝ってほしいっていう気持ちもあります。いや四千頭身の左側さ、俺と電話で話さないかいや多分ここで初めの一歩の話をしても誰もついてこれないんだよ。いやすごい話したいな、話したいな、わかる。ゴンザレスのなんかそのキャラの立ち方がえぐいよねここ最近ね。マノチさん、ラミちゃんが YouTube でパリーグはセリーグの5年先を言っていると言っていたのですが、どう思いますか？パリーグ全体ってことはないんじゃないかなと俺は思うけどな。まあ俺は今年、まあ、やっぱり日ハムの試合を一番見てたから、日ハムの名前を挙げて話すけど、もし日ハムと巨人がやっててじゃあ同じように勝てるのかって、俺はそうは思えないですよね。多分巨人勝ちますよ。だから、まあ、そういう意味でパリーグ全体ってことはないのかなって俺はなんか思うかな。シャープ13、予言してるからコメント見て。はい、広島がソフトバンクに4勝3敗で日本一になる夢見た。ここまでいけばなんかすごい盛り上がりそうだよね。自分の隣町で、例の病気の感染者が2人出ました。かなり危機感を感じているのですが、感染がすごい北海道もこのような危機感感じているのですか？俺はね正直そこまで感じてないですね。ただまあ徹底して気をつけてもいるし、油断を しないようにはしてるけども、いわゆる危機感っていうのはない人の方が多い気がするな。悪い意味で慣れちゃってる人の方が多い気がする。競馬の話、前にゲーム実況でウィニングポストかやってからは、まあまあまあちょっとは見るようになったなってぐらいかな。でジャパンカップ見ましたよ。あのね、うちで間の毛で結構あるのが、もう朝にその日の G1 の予想をするんだよ。馬券は買わないんだけど、何番に何の馬とかも知らずに、もう好きな番号パッて言って、で予想だけして、でテレビ見て、でなんか家族で盛り上がるみたいな、まあ、その人間だけじゃなくてうち猫もいるから、ね、猫にも予想させてっていう感じだから。 俺昨日予想したのに奇跡だったの。あの奇跡逃げきんじゃねえかなと思わなかった。あれなんか結構言ってたじゃん。まあ抜かされたけどだからそんな感じで見てるぐらいかな。だから本当に浅いところで見てる感じ。いやいやいや、缶コーヒー、もうコーヒーのコメント来たわ。いやありがとう、なんかすごい嬉しい。いい子だねアストリア。もういい子、いい子って言ったけどいくつか知らないんだけどさいやありがとう。930ml って書いてたよペットボトルは。嬉しい。昨日久々コメントできなかった。理由は昔からの友達と一晩中遊んでたってのがあるけど、間のうちそういうことできる人周りにいる？幼馴染ですね。今どこにいるんだったかな。今群馬だったかな。
結構転勤族なんで、どっかあんま把握してないけど、幼なじみが年に1回帰ってくるんで、今年帰ってこれるのかなちょっと分かんないですけども、うん、幼なじみぐらいですね。ソフトバンクはね、12連勝中らしいですね。で、まあ過去10年のものを見るとずっと強いね、ソフトバンクというか、まあ、パリーグと言ってもいいかもしれないね、これだったらね。ワンエンター一人では田中康介選手残留決定しましたね。決定したのね、よかったね。セリーグもファームの環境が変わりつつありますよってコメントで、ただその IT 技術面まではソフトバンクをあんまパクんのは難しいんじゃないかと。そのソフトバンクというのはその球団か、まあ、グループ本社から iPad とか支給されてるらしいんですよね。いいね iPad、 俺 iPad のためにソフトバンク入りたいもんねいいな。うちの家庭は複雑で、お父さんが広島出身だからカープファン、妹はなぜかヤクルト、おじいちゃんは西武ライオンズから西武ファン、俺は物心ついた時から福岡住みだからホークスファン。すげえ複雑なの。じゃあ俺が妹ちゃんと結婚したら義理の兄は日ハムファンってことになって、もっと複雑になれるんだね。妹ちゃんによろしく。よしやっていきますか、頑張りましょう。はい、どう、あ、クリ君行こうか。で、国防選手代打で、ちょっとマイクの位置直し、国防選手代打、コメントありがとうございます。連れてきました、あのメヒア選手と変えました。こうしてこうしてって感じかな。どうしよっかな、なんか変えてえな。いや俺なんか今日西川選手すげえ俺を呼んでる気がする。やろ、2番鈴木誠也選手やりたい。どうしようかな、4番にして3かな。で、うん、こんな感じでいきましょうか。2ホーム、これよし行こうか。なんか負ける気しねえな今日な。そういう時ってあるんだ、負ける気がしない日。なんか話そうと思ってたんだよな、忘れちゃった。いいや、広島東洋カープ対福岡、よしマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるか。のらりくらりとかわすもよし、強気な内角で、圧倒するのもよし。わかった、内角攻め。第6球をプレイボー、痛烈な当たり、入るか入るか、ヒットになります。ボールは中継、のらりくらりとかわそう。ツーベース、カープ先制のピンチを迎えます。バッターは2番、こっからね、プレイボー。ボールはライナーでセンター、取りました。ランナー2塁に戻ります。これでワンアウト、ランナー、やべえかわすね。やっぱなんかかわすといったら三振のイメージよね。第3球打ちました、かわすね。ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。グラシア、どうなんか今言ってなんか自分で言ってもなんか違和感感じたけど、打たせて取るもなんかかわすっちゃかわすかね。アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプクリノー、左のムーアマウンドに上がりました。まずは立ち上制球、スタミナとも高水準のサウスポー。いいな、なんか俺も高水準の人間って思われたいもん。先頭バッターは西川、投球これから4球目、打ちました、ファースト左への打球。まあまあまあ頑張っていこう。一塁キャンパス踏んでアウト、これでワンアウト、ランナーはありません、はい、バッターは2番鈴木、投げました、高めボール球、やねばっ、クリーンヒットです。鈴木ナイスバッティングです。ごめんちょっと見て、向こうの選手を見たい。
井選手は何やってんの、調子が悪いから出てないのかな。打撃面ってところで栗原選手が押されてんのかな。はい、次が6球目、投げました、インコース、いやーしゃない、インコースの変化球にやられました。左対左の勝負になります。フルスイング行こうか。第4球を投げた、打ちました、三遊間の当たり、ショートから一塁送球、しゃない、スリーアウトチェンジ。カープファースト、2回の表、これからホースの攻撃に入ります、はい、トップバッターは今宮、はい、ここ、空振り三振、今宮全くタイミングがありません。そっか、スロースターター持ちか。投げた、打ちました、フラフラッと上がった、セカンド落下点、まあこのイニング乗り越えれば、まあもう大丈夫でしょう。ランナーありません、バッターは7番内川、はい、第9投げた、初球を打ちました、打球はショート右、アウト、スリーアウトチェンジ。クリ三者、2回の裏、これからカープの攻撃に入ります、はい、バッター恋のユーティリティ阿部、低めボール球打った、いいね、いやどうしよっかな、走りたいな、ちょっとムーア選手のクイックが見たい。 D 対応、いや行きましょう、走りましょう。第9投げ、走った、ストライクになった、2塁走、イエー、ランナーが2塁、はい、1球目空振りから第2球ストライク、さあバットに当ててほしいな。5球は3球目、投げた、打ちました、ボールはライナーに打ち、いいね、ナイバッチ、ボールが転がる、カープ1点先制、1対0、今の先制のバッターは7番、田中、打ちて、第9投げた、初球を打った、いやまあまあまあいいんじゃないか、いいんじゃないか、いいんじゃないか、奥、いや待てよ、打とうか、打とう、投げました、打ちました、サード左奥のゴロ、一塁へ送る、アウト、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。使っちゃうもんね。さあここで監督は勝負に出ました、出てこい、第3球を投げました、高めボール球打った、うまい、これは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。2回の裏が3回の表、1点を追いかけます、ホークスの攻撃、はい、この回の先頭バッターは秋原、投げました、初球から打ってった、ショート前方のフライになりました、ショート落下点、取りました、いいよ、これでワンアウト、ランナーはありません、バッターはピッチャー、いやなんか今日も3球を1-0とかになったらやだね、ハードグラウンドで取りました、これで2アウト、ランナーありません、打順は1番に帰って上、なんかこう俺の今思い描く理想としては、まあお互い2点3点ぐらい取って、まあどっちかに決着がつくみたいな感じがなんかいいな。先頭バッターは西川、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています、はい、第9投げた、打ちました、初球落ちろ、ライト方向へ持っていきましたが、いや本当打てねえな。なんか今日ね、西川選手がねパッと目に入った時にねいけるって思ったんだけどね。さあ4球目、見逃し三振じゃない、右バッターボックスは3番長野、はい、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています、投げた、打ちました、インじゃない、レフトへ上がった、レフトバックしていった、いやーナイバッチ、またランナー1塁蹴って2塁も狙う、これ流し打ちだ、自信がある、集中も使う、第4球を投げた、打ちました、嘘ばっかし、ピッチャーこれは守備範囲内、しょうがない、アウト、スリーアウトチェンジ、カープ、ゲームは中盤戦に入ります、トップバッターは柳田、俺ここでね内角をね攻めるのもよしをね使うべきだと思う、次は6球目、投げた、豪快に、ほらベースカバーに入る、オーケー、クリ取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません、インコース、いいよ、空振り三振、最後は150キロストレート、でここはもうのらりくらりとかわしちゃうから、バレンティン、最初のバッターボックス、いやー気持ちがいいね、バレンティン、全くタイミングが合いません、やられたぜ、クリここまで切って、4回の裏、よーシュート、攻撃に入ります、バッターは恋のユーティリティ阿部、
投げた、打ちました、それは内野ゴロ、内川ボールを取る、内川そのままベースを踏んで、なんか今日は坂倉くんやってくれんじゃないかい。坂倉第4球はカットボール、しょうがない、空振り三振、本当にカットボールかな、すげえ曲がった目に見えたけど、最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。投げました、打った、取りました、うん、どんまい、これで3アウト、カーブ3者、5回の表これからホークスの攻撃に入ります、はい、先頭バッターは今もう5回か、今日の第1打席はスイング、インコースいっぱい、見逃し、どうする、なんかまた 1-0 で終わりそうな匂いがしてきたけど、いや まだ5回だけど、なんかそんな匂いがするんだよね。ランナーありません、バッターは7番内川、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、初球を打った、鈍いゴロ、一塁へ送る、あと3アウトチェンジ、クリ、ここまで5回の裏、これからカープの攻撃に入ります、先頭バッターピッチャークリ、はい、投球はこれから3球目、148キロ直球、さあ空振り三振、ちょっとここでなんとか塁に出てほしいですな。さあ4球目、変化球、空振り三振、ない2者連続三振、打順のトップに帰って西川、今日はファーストゴロとライトフライ、はい、第4球を投げました、ストライク、いやいやー、なんか今もうボソッと出たもんな、いやーって、代打はデスパイレ、第4球を投げました、三振、いやー、バッターはピッチャームーア、はい、第3球を投げました、流し打ち、あれダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト、いやーここだよなもう声ガラガラになった、さっき内角ないで結構打たれてんだよね、ここで、ね、あえていこう、さあ4球目、打った、流し打ち、阿部掴んだ、一塁送球、よしよしよし、3アウトチェンジ、クリ、ここまで、さあここは守備を変えて、カーブ、この回は上位打線が始まります、もう1点取りに行くよ、続き第5球、投げた、148キロ直球、打てない、バッターの3番ジョーダン、打てないんだもん、どうしてか分かんないもんね、投げた、空振り三振、バッターアウト、ジョーの3球、左バッターボックスは松山、今日はショートゴロとピッチャーゴロ、打ちました、グラシアバックしていった、松山選手変えますか、もう取ってアウト、スリーアウトチェンジ、カー三者もゲームはいよいよ終盤戦、変えちゃうか、突入します、この回のトップバッターは柳田、今日はセンターライナーとファーストゴロ、ほいほい、はい、さあここはシュ、あーやばい、どうしよう、なんか何やってもダメな気がする、第3球を投げた、よかった、空振り三振、クリ、ナイスピッチング、バッターは3番グラシア、今日はショートゴロと三振、打ちました、レフト前に出る、掴みました、これで2アウト、ランナーありません、バッター高野、大砲バレンティ、はい、今日はサードゴロと三振、投げた、よし、初球から打ってった、ファーストラッカデン、ちょっと1点取りたいね、もう1点、あーピッチ変わってくれた、ラッキーセブンの攻撃、バッターコイン、ユーティリティ、阿部投げた、打ちました、初球打ち、変わった、オッケー、セカンドのエラーが記録されます、絶対ものにするぞ、バッターボックスには坂倉、送る、盗塁より送る、初球を送ってきました、掴んだ、一塁送球、セーフ、オッケーオッケーオッケー、うまい、記録はヒットです、ランナー2人を置いて迎えるバッターは田中、今日はピッチャーグロと送る、そして俺はつい代打出すから、ここで勝負に出ました、第1球投げました、初球から送ってきました、ピッチャーが左へ転がした、アウト、惜しいね、確実に送ってきました、カープ、お疲れさん、ナイスチェイシャー、いくぞ、ちょっと能力を見せてくれ、うん、オッケー、はい、バッターはライト小久保、ゾイ、さあここで監督は勝負に出ました、入れてこい、第5球投げました、小久保、満塁、さあ追加点のチャンスにバッター菊
打ゴロと三振。あー、何でいく。センター返し。第9位。うわあ、いやー、ツーアウトになっちゃったな。落下点に入ったセカンドキャンパスの横。おこれでツーアウト、ランナーはフルベース。打てるわ。もうこの時のためだったんじゃないか今日は。さあ4球目。うわー、相性がもうダメだ。何やってもダメなんだ本当に。お疲れ様でした。九里降板。八回の表、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは今宮。ここまで2三振といいところがありません。打ちました。いいよ。堂林ボールを掴んだ。オーケー。フランス取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、打ちました。いいよ。菊池取った、セカンドから一塁送球。オーケー。アウト。これでツーアウト、ランナーありません。ピンチヒッターは中村。いやもうスタメンで出てねえんだもんな。それがすごいな、ナッチ。見逃し三振。フランスはナイスピッチング。高橋交番。この回は2番から。よし。トップバッターは鈴木。ここまで2打席連続三振。マッシンで取られた。抜けねえか。いやなんとか2点目が欲しいんだけど。いやお前マジにこのまま 1-0 で終わるよ。投球はこれから3球目。もうなんかポーンってパーンとホームラン打ってくんねえかね。取りました。これで2アウト、ランナーありません。先ほどからファーストの守備に入っています。堂林投げた、打ちました。サード。いやまあしゃあないね。しゃあないしゃあないしゃあない。もうこのまま勝っちゃいましょう。取ってこれで3アウトチェンジ。カープはいよいよ最終回を迎えました。この回の先頭バッターは川島。ホークス、ここで一つ形を作りたい。守備はいいかな。このまんまでいきますか。フランスや交番マウンド。よし。第4球を投げた。スライダー。空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第9球投げた。初球を打った。うわ。レフトの左。ああやだな。松田ナイスバッティングです。さあワンアウトから同点。向こう一発も溜まってるもんね。どこで使ってくれ。柳田選手が使ってきそうだな。ここかな。ここか。新、うん、まあヒットならホームランじゃないけど。オッケー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 。ここは大事にボールを取りました。これでツーアウト、ランナーは一塁回り。さあここで監督は勝負に出る。出てこい。さあ次の投球打ちました。よし。堂林ボールを取る、一塁送球。来いほー。いやヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。投手戦ですな。うん、閉まった試合だ。閉まってるな。きついな。何言ってんの俺。はい、最後にすっとこチェックするぞ。ごめん、間違えた。ほう。うん、これで大丈夫でしょう。明日どうしようか。なんかちょっとあれだよね、ちょ順番的にはあんま出したくないですよね、この2人はね。森下くんとか行きましょうか。あと誰だっけ、見てないな。まあまあこんなもんでいいかな。よし、終わりますか。
DH アリーですからね、次ね、ちょっと楽しみですね。はい、まあまあまあ、なんとか勝ててよかったよ、よかったんだけど、もうちょっとね、そうだね、まあ、球場も変わったし、まあ、そろそろ打ち合いも出てくるのかなとは思いたいですね。ちょっとこのままだと寂しいもんね。じゃあ終わる、バイバイ。